猛家城は、現在の栃木県も大菓大台町にあった、中世の日本の城である。宇都宮市の家臣であった芳賀市の居城であった。別称、芳賀城とも言う。猛家城の起源には、諸説あるが、鎌倉時代末期の上次元年に、羽賀高佐が築城して、御前城から移転し、戦国時代の天正5年になって、羽賀高次が、北条氏の信仰に備えて、 堅固な城郭としたとの説が有力とされる。1597年に、宇都宮氏が豊臣秀吉によって改役されると同時に廃城となった。江戸時代には、遺構の一部が徳川幕府の大干渉として利用された。毛家城跡は現在、毛家市立毛家小学校並びに、城山公園となっている。城山公園には、土塁や堀の痕跡が見られる。また、 各の周囲を囲んでいた腰車は、比較的良好な形状で保たれている。城山公園付近に4の角が、小学校付近に3の角、2の角、本格が所在していた。3の角、2の角、本格の各角間は、空堀で仕切られていたが、現在、空堀はなく、土塁のみが残る。もう城は連閣式平山城であった。城の周囲には五行川や、高野川が流れ、 またこれら河川から水を引いた水号があったという。角は南北に並ぶように4つ設けられ、最南端に大手門があり、南から順番に4の角、3の角、2の角、本角と連なり角角間には空堀があった。角角の周囲には腰車があり、本角と2の角の間に絡めて門があったと言われる。ありがとうございます。